では市長定例会議を開始します。市長よろしくお願いします。はい、私からは3つです。まず1つ目ですけれども、大阪市の所属長局長についての公募の最終の合格者についての発表です。決定です。30年の4月1日来年の4月1日からですね、就任します所属長の公募を行ってきました。その最終合格者を決定しました。合格者は7名でして、そのうち2名が外部、5名が内部の人たちです。で、合格者ですけれども、政策企画室長は山本剛、これは内部の政策企画室の理事兼秘書部長です。それから財政局長は東山清、会計管理者兼会計室長です。そして都市計画局長が高橋徹現都市計画局理事兼経済戦略局の理事です。それから子ども青少年局が佐藤敦子現財政局の財務部長、それから都市整備局長が篠原康、これは元大阪ガスの大阪地区の支配人の方で現在 ARC の地域力研究所代表、それから会計室長ですけれども堀秀氏現会計室の次長、それから行政委員会の事務局長ですが山下次郎現在の大阪府の監査委員の事務局長で、もともとは AIG の内部監査の担当の執行役員の方です。以上7名が決まりましたのでご報告します。任期は平成31年3月31日で 1年ごとの更新ですけれども、特に適格性に問題がなければ平成33年の3月31日までの3年間を基本にします。それぞれの局長について、内部も外部も厳正に審査させていただいて、そしてそれぞれの局でマネジメントを発揮してもらいたいと、これまでの経験も生かしてですね、意欲のある人が集まってますので、さらに大阪の役所の力をアップにですね、自分たちの持てる能力を発揮してもらいたいと思います。引き続いて2つ目です。梅北の2期についてです。梅北2期については多くの方が期待を寄せているところでありまして、現に大阪の最後の一等地と都心の一等地と言われている、まさに今後大阪だけじゃなくて関西の成長に非常に重要な拠点になると思っています。その梅北2期についての開発の事業者の募集を開始します。まず梅北2期についてはこのまちづくりのコンセプトとしまして、緑とイノベーションの融合拠点、ど真ん中に緑をドカーンと置いてですね、そして民間の方に新たな産業サービスイノベーションを生み出す、そういった中核機能を添える、そこから新たなものがどんどん生まれるといったことを目標にしています。その目標を実現するためにこれまで議論を重ねてきまして、ようやくまとまりました。今日からですね、UR において梅北2期の開発の事業者の募集を開始します。この梅北についてですけども、ここにある通りこういった形で進めていく、まちづくりの提案を求める主な内容としては、まちづくりのコンセプト、都市空間、そして都市公園などの緑、中核機能、まちのマネジメント等です。提案については、これ全体についての都市公園も含めた全体についての提案を求めていきます。約16ヘクタールありますけど、これ全部についての提案を求めていきます。募集の開始は本日からです。詳細ですけれども、これは募集の対象者はすでに一次コンペを実施してますので、2013年10月実施した一次コンペで優秀者だった20社を含みます民間事業者です。募集の期間ですが、来年の1月26日までに募集要領、詳細な要項について配布をいたします。それを受けてこの20の優秀提案者の中から案を練られてですね、そして案作りがされるという形になると思います。5月の21日、22日に
その案についての申し込みを受け付けまして、そして、7月下旬、まあ、来年の夏、7月下旬にですね、具体的な事業者の決定と、そして梅北2期がどういうものになるのかということを決定させてもらいたいと思います。まあ、スケジュールですけれども、来年の7月に開発事業者を決定しまして、そして、23年には梅北の新駅が開業と、24年の夏に公園、とそれから外政、まあ、先行の町開きを行います。2027年の春に一番南側の方ですけれども、基盤整備の全体の完成をするという計画にしています。まあ、2024年夏が大きな目途になります。これは万博の誘致が成功すれば2025年の万博と、24年に IR の誘致も目指していますし、まあ、そういったところと大きな相乗効果も見込めるんじゃないかと思っています。引き続いて、それから最後、はい、引き続いて3つ目、です。中野島に子どものための未来図書館、子どもの本の森中野島の寄付について、です。今回ですね、世界的な建築家であります安藤忠雄先生からご自身が設計されて、そして建築されたものを寄付を受けると、仮称ですけれども子ども本の森中野島の寄付を受けるということになりました。この寄付の趣旨ですけれども、まあ現在の大阪の子どもたち、なかなか活字に触れる、インターネットなんかも普及して活字に触れる機会が少ないですけれども、本とか絵本、本、児童文学、さまざまな芸術文化を通じてですね、大阪の子どもたちが豊かな創造力をそこで培ってもらって、そして大阪のリーダーとしてそこから成長してもらいたいという思いで、この子どものための図書館、芸術文化施設であります本の森の中之島を実現させようということです。で、中之島はですね、中央公会堂もそうですし、隣が東洋陶磁美術館になります。それから新しい新美術館も2021年に予定をしておりますが、中之島は今一体として広く文化芸術の拠点になってきてますし、非常に護岸も整備してですね、綺麗になってたくさんの人が集まるエリアになってきています。まあ、その魅力のある中之島をさらに魅力を作ってですね、子育て世代や大阪の子どもたちがここに来て未来を感じ取れるような、そんな図書館を実現させたいと思っています。完成については平成31年夏頃を目指しています。まあ、これが戻ってます。これは中央公会堂で東洋陶磁ありますけど、そのお隣を予定しています。鉄筋コンクリート造りで地下1階地上2階建てで大体1000平米ぐらいです。開館については平成31年の夏頃を予定しています。これは今ザクッとした設計ですけど、これは安藤先生がこれからまた詳細を詰めていかれるという形になります。これを受けてですね、この運営金ですが、これは民間で運営資金を寄付をいただこうという計画にしています。民間人であります安藤先生から作っていただいて、それを大阪市の寄付を受ける。そしてこの運営金についてもですね、民間の企業の皆さん、それから個人の皆さんから寄付を受け付けて、それで賄っていこうというものであります。まず個人の寄付についてはふるさと納税制度を準備いたします。そして法人の寄付については1年で30万円の5年分と、一口150万円の寄付を受け付けいたします。まあ、個人については当然ふるさと納税ですから税控除の対象になり、そして法人の場合は損金の算入になるということになります。それから30万円以上のご寄付をいただいた方には、その感謝の意も込めてですね、寄付者の名番を
館内に設置したいと思います。まあ、形状とかについては、その金額を多く寄付ご寄付いただいた方には大きな名盤という形になると思いますが、詳細についてはこれから詰めていくという形になります。これについてはですね、この子ども本の森の趣旨にもご賛同いただきまして、京都大学の iPS 細胞研究所の山中伸也先生にもご支援いただくことが決まっておりまして、名誉館長に就任していただく予定になっています。現在その最終調整をしているところです。はい、私から以上です。それでは質問を受けします。必ずマイクを通しまして社名、氏名をお名乗りの上お願いします。では幹事社の NHK さんお願いします。幹事社の NHK です。発表項目からの子ども本の森の件なんですけれども、寄付は目標額とかを設定されているんでしょうか。はい、まずこの寄付については建築部分ではなくていわゆる運用部分についてです。で、運用部分についてですが、準備費用でおおむね5000万円、そして、年間の運営金が約5000万円というふうに想定をしています。で、開館から5年分のまず来年の夏頃にですね、この準備金と開館1年分の費用の寄付を目指したいと思います。それから合わせて開館から5年分の申し込み書レベルではその、お願いの目標にしていきたいと思っています。まあ、トータルで、いきますと開館1年分が5000万円の予定ですから、1億5000万円と準備費用の5000万円を合わせてトータルで2億円の寄付の目標にしています。すみません、少し補足させていただきます。30年7月に、一応5年分ということで、今市長申し上げおっしゃっておられますように、準備費用の5000万と5年分の運用費の、5年分5000万ですね、2億5000万トータル3億円のお申し込みをまず目標に集めてまいりたいと考えております。で、現金の方につきましては、今おっしゃられました、7月に1億円程度のまずはお金を集め、現金が入っている状態にしていきたいということでございます。これはで申し込みを受けるのと、そして5年分という形で申し込みを受ける形、まあ、当然それは1年分だけの寄付もありますし、その5年分という形でのこれは一つの一口にはしてますの で、その申し込み書自体は5年間分をやるけれども、現金としては当然損金算入ですから、毎年分割してやるというのが企業はそちらの方が使いやすいと思います。まあ、それは企業にもよると思うんですけども、なので現金としては開発最初の開業の準備金としての5000万円と、まあ、少なくとも1年分のやる運用費の5000万円を合わせた1億円、これは現金で寄付を受ける目標を来年の夏にしています。ただその来年の夏の段階でですね、現金の入金はなくとも申し込み書レベルで5年分について申し込み書を受ける、そのレベルに達するまでの寄付の呼びかけというのをやっていきたいと思っています。最初からネガティブな話はあまりしたくないんですけれども結構まあ3億円って大きな額になってくるので、これ仮に集まらなかった場合という想定はされてるんでしょうか。もうこれはね、集めるように準備を進めています。これはまず、まあ、安藤建築家の安藤先生自身にこの建物を作って寄付をいただくわけですから、民間の方にも呼びかけをしてですね、この寄付金が集まるという努力をしてますし、まあ、現に、まあ、今後これから開始することになりますけれども、水面下ではいろいろと声をかけさせていただいているというのが実態です。もちろん議案が通らないとこれはできないので、今回12月で議案が通りましたので、これから寄付を募集を開始しますけれども、一定程度これはお願いを
していけば実現できるだろうというふうには考えています。まあ、いずれにしましても多くの方にご寄付をいただきたいと思ってますので、その努力をしていきたいと思います。なんか発表項目以外になるんですけれども、今週の火曜日にビルの固定資産税をめぐって、はい、大阪地裁の方が国の基準ではなくて市独自のルールに基づく計算というのが一部違法で、取り過ぎた固定資産税分を、まあ、返還するよう大阪市に出た判決が出たんですけれども、これに対する対応というのはどのように考えていますでしょうか。まあ、これについては非常に不服がありますので、控訴して、高等裁判所の審判判断を仰ぎたいと思っています。これもよくよく考えると、まあ、僕は市の主張が正しいと思うんですけども、いわゆるその固定資産税の貸すときにですね、平成16年以前のものについてはこれは PHC 区位について、まあ、なんていうかそのルールがなかったんですね。で、PHC 杭というのはどういうものかというと、普通の鉄筋杭と比べてですね、非常に強度も高くて容積も大きくて、非常に安定している、性能が高いという、まあ、杭になるわけですけれども、で、固定資産税については資産ですから資産に対して課税します。ですので杭も固定資産税のいわゆる評価の一つの基準にこれはなっています。これは一般的なルールとしてなっています。ただ当時 PHC 杭についての規定はなかったという状況です。で、そのじゃあ固定資産税をどう課税していくかについては一定役所にも裁量が与えられています。まあ、当時その裁量の範囲内と判断して PHC 杭について大阪市の判断の基準を作って、そして課税したという経緯です。で、もう少し簡単に言うとどういうことかというと、杭が太ければ太くなればなるほど容積が増えますし安定したものになりますから、それは固定資産としてはしっかりしたものになりますから、それは当然固定資産税が高くなるという、これは一般論としてこれは成り立っています。で、例えばですけども現地にです、でだから PHC 杭はそういう意味で普通の当時の鉄筋杭よりをしっかりしていわゆる固定資産としての質も量も大きいのがPHC 杭になっています。で、いわゆるその現地にですね、穴を掘って杭の穴を掘って、セメントを流して杭を作るっていう現地で杭を作るパターンと、それが一つあります。もう一つは既存の杭を持ってきてはめ込むっていう、この二つのパターンがあります。で、前者のパターンの時はいわゆるその杭について埋め込んだセメントの量に応じて、それは固定資産税を課すことが、これは認められているという状況です。で、 PHC 杭についてもですね、ただ PHC 杭については外から持ってきてそこにはめ込めば、それは細い鉄筋と同じような扱いになってしまう。いや、それはやっぱり違うでしょうと。埋め込んだ場合であればそれは当然容積で換算される。 PHC 杭というのは1本で鉄筋の、まあ、今回の案件でいうと10本分ぐらいの強度と力があると、容積があるというようなものですから、そしたら現地で埋めた場合はそういった10本分足したような評価が、それは当時も許されている。でも外から持ってきて埋め込んだら、それは1本そういう本数で換算するのはおかしいというように判断することはおかしいでしょうと。固定資産税の本来の趣旨というのはやはりその固定資産のについて課されるわけですから、しっかりした杭、強度の高い容積の高い杭を持ってきたんであれば、それはその計算方法としてですね、その現地で穴を作って埋めるのと同じようにですね、それだけの鉄筋の本数の実質量があるんであればそれに課税するというのは自治体の裁量の範囲内だと思っています。ですので、これについては控訴して、判断を仰ぎたいと思います。で、17年以降は PHC 区についての基準ができましたので、いわゆるその基準から5倍以内にしなさいよという裁量 のルールはあるんですけれども、まあ、それ以前については PHC 杭についてはルールがなかった中での、まあ、この大阪市の独自の決め方について僕は言って
正しいと思いますし、これは高裁で判断を仰ぐべきじゃないかなと思っています。今後控訴するということですね。もうすでにしてるわけではないですか？してないです。今後控訴をします。最後に放送についてなんですけれども、来年市長が目指す、市長は来年秋に住民投を目指すというふうにおっしゃってますけれども、維新が立ち上げている放送戦略本部、市長がトップを務めているものですが、これ今どのような活動をされていて、今後予定されているような活動というのはあるんでしょうか？これについては戦略本部なので、戦略をここで言うと戦略じゃなくなりますから、詳細はお答えはここでは しませんけれども、現状をしっかり分析してですね、そしてどうすれば市民の皆さんにうまく伝わるのか、その伝え方というのもしっかり考えていこうという話を今しています。でその上で、具体的な活動というのは年明けた以降になるかなと思います。1月中ぐらいに、その方針を決定してですね、2月以降から具体的な活動に入ってくるということをバクッとしたスケジュールとしては考えています。2月以降 の具体的な活動というのは、例えばタウンミーティングであるとか街頭での活動とか、そういうことになってくるんでしょうか？それをね、僕自身はゼロベースで見直そうと考え直そうと思っています。タウンミーティングももちろんこれは効果的だと僕もずっとやってきましたんでね、やってきましたけども、本当にそれだけでいいのか、それの回数を何百回とこれやりましたが、タウンミーティングに来ていらっしゃる方は本当に応援をしていただけてる方、それからもともと反対と決め込んでる方、どういう方がいらっしゃってるのかっていう分析なんかもこれまではしてませんでしたし、いわゆる何て言うのかな、できるだけ広く多くの市民の皆さんに知っていただくにはどうしたらいいんだろうかというようなこともきちんと考えて、戦略を練っていきたいと思っています。だからお前と同じようにとにかくタウンミーティングを開始して、そしてその回数をどんどん増やしていこうというやり方をもう一回踏襲するということは今のところは考えてないです。ゼロベースで戦略について考えたいと思います。もちろんタウンミーティングとか話になってくると思いますけど、同じやり方ではダメじゃないかというのが僕の問題意識です。年明け1月中にはその方針を決めて、2月以降にも思っての活動を開始されるという、今のところそう考えています。わかりました、ありがとうございます。次の質問をお受けいたします。日経新聞さん。日経新聞の森越です。今のここの関連なんですけども、2月から活動していくということは、2月中にはもうその特別区の絞り込みというのは進んでいるという、いや、それは必ずしも確定じゃなくてもいいと思うんですよ。今現段階だって特別区はこの4案の中から絞り込もうということで4案を出してますし、特別区の意義とかっていうのは今でもお訴えすることができますんで、だからそこの絞り込みとは必ずしも連動していないです。わかりました。次の質問を受けいたします。住吉市民病院の話で、閉院後の4月からの暫定運営について小児科産婦人科それぞれの医療機能は固まったんでしょうか？それについて現在大阪市大病院とも協議を深めている最中です。ということは市大から手当てをしてもらうという先生とか、今次第と協議してますので、次第と協力しながら進めていくという形になると思います。今の住吉市民病院もそうですけど、これは次第病院系の医局人事のようなものをやっぱり非常に重視されてた人事の動きになってますから、次第病院と協議をしてですね、どういったものが暫定診療として行うべきなのか、行えるのかというのを協議して詰めていきたいと思っています。今はその協議を現に行っている最中です。暫定運営中は建物はどうするんでしょうか？市民病院の建物もかなり老朽化していると思います。
ええ、あのただまあ市民病院の建物はあの現在まだ使えますから、使えるから今の診察とか運営をしているわけですので、現在の市民病院の建物を暫定運営期間はあの使いながら暫定、の診療をするという形になると思います。改修費とか特に予算つけたりとかそういう予定は現段階では考えていません、はい、あとはその暫定運営だけじゃなくて新病院の方の医療機能についても並行して話しているということですね。大きなところについては話していってます。ただ新病院 の, あの具体的に詳細なところについては少しやっぱりこれ時間をかけないといけませんので、大きな方向性についての一致を見たいなと思っています。いつ頃までに決まりそうですか？これはもうあれですね、来年の4月から府市母市 の, あの大阪府市の住吉府市母市センター、医療センターを会員にしなければいけない、これが一番大きな目標ですから、そのためには再編計画の変更、そして国の同意、再編計画の変更を得るには地元医師会の、まあ、医療審議会の、まあ、審査というのも得ていかなきゃいけませんので、そのスケジュール感に間に合うような手続きで進めていきたいと思っています。人員的にもその建物の問題としても、4月1日から暫定運営を始めて、その医療機能の空白がない形にできるということ、あの市民病院の跡地としては、あの市民病院の跡地について、跡地としてはあの4月1日から暫定運営ができるようなあの仕組みというのは進めていきたいと思ってます。で、医療空白が何かというのは、まあ、これはあの議論あると思うんですけれども、あのそれが生じないようにするためにも住吉の府市母市の医療センターというのは必ず実現させて、いかなきゃいけない、それはやっぱり最大命題だというふうに思っています。で、暫定の運営についてもこれは付帯決議でもすべしという意見もありますので、ね、で、地域の皆さんの声もありますから、来年の4月から何らかの形で暫定の診療ができるような体制は整えていきたいと思っています。その協議を今鋭意進めているところです。先日の民生保健委員会で住吉市民病院の院長が短期入賞、重症心身障害の短期入賞の方が引き継ぎ先が決まってない方がいらっしゃるとおっしゃってたんですけど、そこについてはどのように対応されるんですか？これは来年の重度心身障害児の短期入所の方については、これはもう僕も随分前から指摘をしているところで、きちんと対応できるようにしなきゃいけないというので指示も出しています。そしてあの方向性についてもそれぞれ府市母市で一緒、それから急性期で宮古島で一緒、それから民間の病院にもお願いしてというような形で進めておりまして、で対象者の方にも個別に今当たっていっています。ですので、来年の4月だから3月末までが住吉、今の住吉市民病院の閉鎖するのは来年の3月末ですから、その時までにその現在の重度心身障害児の方の引き受け先というのをしっかりと定めていきたいと思っています。じゃあ、府市母市の一床と宮古島の一床以外の民間病院はまだ確保はできていないということ、まあ、それはお願いをしているという現状です。まあ、それは今どこまで具体的に言うのが適切かわからないですけれども、現在の重度心身障害児の短期入所を利用されている方について、もちろんこれは強制はできませんので、ご自身でどうかされる判断される方もいらっしゃるでしょうし、つまり行き先がなくてどこもなくて本当に困ったんだよということがないように対応していきたいと思っています。ありがとうございます。次の質問をお聞きいたします。柏本さん、ありがとうございます。安藤忠雄さんの図書館について伺いたいんですけれども、文化的な側面もある施設ということで、なんか市長の後ろに新しくなんかジュゲムジュゲムって言っている人がいたりとか、バイオリン弾いている人がいたりとかするんですけども、そういう具体的に落語とか音楽鑑賞とか何か決まっていてこうなってるんでしょうか？今考えているのがですね、この本の森図書館はもちろん山中先生にも監修いただいて、子どもが未来を感じているようないろんな子ども用の本っていうのを準備したいと思ってますし、それからその建築物自体もですね、そういった発想がこう感じれるような
それで、あのいわゆる芸術性の高い研あの図書館というのを今考えています。でそこにあのホール、まあ、小さなものですけどホールなんかも準備してですね、そこで、いわゆるその、まあ、いろんな大阪の伝統文化であったり落語であったり、まあ、そこはちょっとジャンルはいろいろあると思うんですけど、大阪の伝統文化とか、あるいは本の読み聞かせとかですね、あるいはこういったちょっとした音楽とか、子どもたちが集えるような空間も準備していこうというふうに思っています。それから本の持ち出しも自由にして、あの中之島公園で本なんかも外に出てですね、今非常に綺麗な護岸整備をされてレストランもあったりして、昼間なんかはたくさん中央公会堂の絵を描いている小学生とか高齢者の方もたくさんいらっしゃいますけど、まあ、本の持ち出しなんかももう自由にしたら僕はいいと思っててですね、想像力を養えるような図書館自体もそういうものにしていきたいと思っています。まあ、これについては今後ですね、僕自身がトップになりますプロジェクトチームっていうのを大阪役所の中で立ち上げてですね、これは全庁的にそのコンセプト、それからまあその方向性とかですね、内容についてその一定程度定めていきたい、役所としての考えを定めていきたいと思います。もちろんそれは寄付者の意向を受けながらですけれども、役所としてもそういった準備を整えてですね、今回の件については進めていきたいと思っています。具体的に施設管理をどうしていくのかとか、現に管理運営というのはこれは、まあ、委託する必要もあると思いますし、それから幼児とか児童教育の専門家とか有識者の方とか、まあ、さまざまな人から意見なんかも聞きながらですね、大阪の将来を考えたときに、この図書館が単なる図書館じゃなくてですね、その子どもが、まあ、貧困対策とかいろんなこともやってますけど、子どもが未来を感じれるような、そんな芸術性の高い図書館にしたいという思いで今進めていっています。このプロジェクトチームっていつ立ち上がるんでしょうか？いや、もう早々に立ち上げをいたします。立ち上げにもなると思いますね。すみません、気になるのがそのお金の面なんですけども、ここすごい子どもの未来のためにという趣旨なので、寄付も協力される方多いんじゃないのかなと思うんですけども、まあ、集まらなかった時のことっていうのを一応考えておかなきゃいけないのではないかと思うんですが、その場合市から補填することになるんでしょうか？いや、もうその場合はもう朝日新聞の社長に僕が直談判しに行きます。足りない分お願いしますって言って、うちなんですか？そうです、もう朝日新聞の産経読売の全メディアの方に僕からも頭下げてお願いしに行きますというのは冗談ですけど、要は現段階で税を投入するというのは考えていません。そして多くのこの趣旨に賛同をいただいている方もいらっしゃいますので、まあ、ここじゃあどこ誰それとか今ここで言うような話ではないですけれども、積極的に寄付のお願いをしていきたいと思います。で、まあ、万一足りない場合というのは、これは税投入するつもりというのはありません。すみません、梅木さんのことも一個教えていただきたいんですけども、ちなみに建築についてはスケジュール感ですけども、いわゆる来年の年明けてから今のその現地の予定地について少し整備をするのを始めますが、具体的に建築を開始するのは来年の夏ぐらいから具体的な建築を開始する予定です。そして再来年の夏ぐらいに開館を予定しています。ですので来年の夏に建築を開始する予定の段階で、先ほど申し上げたある一定の目処というのがつけれるような状況にしておくのが大事だろうと思っています。その年の秋の議会において、いわゆる議会の議決も必要になってきます。ですので全くこれが見通しが立ってなければですね、それは議会も了承しないでしょうし、建築進めることにもやっぱりならないと思います。まあ、そうならないという前提で今進めていますので、きちんと担保された中でですね、この手続き自体は進めていきたいと思います。だからなんていうかな、運営費が当てもなくですね、どんどん建築物を建てていくということは考えていません。
すいません、はい、ありがとうございます。梅北のところで教えていただきたいんですけども、はい、この緑とイノベーションの融合地点ということについて市長がどういうふうに考えてどういう活動をしたいのかというのをもうちょっと噛み砕いて教えていただきたいんですけども、はい、まずこれから大阪がいわゆる大都市として、いわゆる日本を引っ張っていくような都市として成長していくべきだと思っています。東京も首都として当然日本を引っ張っている大都市ですけれども、一極集中が進む中で日本の国家構造を考えたときに、これはあまりにも危険だと思いますので、大阪そして関西のエリアが日本を引っ張るぐらいのそんなエリアにしていきたいというのがまず大きな僕の考え方です。で、このいわゆる梅北についてはこれは大阪市だけの話じゃなくて大阪全体の話でもあると思っています。ひいては関西全体にも影響するエリアだと思っています。乗降客についても毎日1日250万人ぐらいの方が乗り降りするという本当に巨大ターミナルのエリアです。そこで16ヘクタールという非常に広大な土地がですね今あるわけですから、この16ヘクタールについてどういうふうにしていくのかというのは非常に重要だと思っています。世界の大都市見てもニューヨークのセントラルパークなんかもそうですが、非常に力のある都市というのは中央に緑があって、その中央にある緑というのは非常に価値が高いです。もちろんセントラルパークと梅北は規模が全然違いますけども、コンセプトとしては都心に緑をドーンと配置するということは、その都心を中心としたエリアの価値が非常に高まってくるし、都市の魅力という意味では非常に高い。だからまずど真ん中に都市公園を置いてですね、都市公園を置いてそしてこの南北を民間の開発エリアにしていきます。そしてこの南北についてはこれはこれから大阪は非常に産業が成長してますけども、多くの企業家、会社を作る方の企業家もたくさん集まってきてますし、多くの海外からの人、事業が集まってくるというような状況にもなってきています。梅北一期のですね、グランフロントのイノベーションハブなんかまさにそうですけども、それをさらに加速化させてですね、新たな産業が生まれる、その中核機能としてはこの緑を中心に据えながら、そして新たな技術、産業、イノベーションが生まれるということを大きなテーマにしたいと思っています。もう少し掘り下げていくと、そのイノベーションのテーマもライフデザインイノベーションというふうに申して我々の中では決定しまして、普段の皆さんの生活だとか健康だとか、そういった部分について関西は非常に強いですから、そういった生活、命、健康、そういったところのです、新たな産業が生まれるような、それは緑とも僕は親和性が高いと思ってるんですけど、そういった中心拠点にしていきたいと思っています。そう思ってますので、今回の募集については金額を重視するんじゃなくて提案の中身を重視したいと思っています。企画といわゆる土地を買う価格ありますけども、価格さえ高く入れてくれたらどうでもいいというんじゃなくて、高く売れるというよりはいわゆるそのこれからの将来価値が高い価値がつくエリアにしていきたいので、金額よりも提案の中身を重視します。その割合については提案が 2です、金額が1です。ですので、この企画内容の方が金額よりも倍の影響力があるという方針にしていきます。そしてそのいわゆるそのこっち側の2の方の企画提案についても、いわゆる緑と中核機能についてその2のうちの半分をその緑と中核機能の提案にしていきたい、それ以外を残りの街づくりにしていきたいと思ってますので、いわゆる緑と中核機能の部分についての評価が非常に高い、提案内容が非常に高い点数配置にします。結果ですね、そこで新たな価値が生まれて、それがこう未来もずっと続いていくようなものにしていきたいと思ってますので、一過性の今の時価を中心にするんじゃなくて、将来の可能性とか将来の高付加価値というのを大事な価値においてですね、提案内容を重視したコンペにしていきます。そういったことは詳細は募集要項に書いてますので、その専門家の皆さんいろいろ今までも考えてきたと思うんですけども、これを受けて来年の5月に
さまざまな提案されることを期待してますし、来年の7月にはですね、皆さんに梅北の2期はこうなるんだよと、まあ、ものすごく面白いものをですね、披露できるようにしたいと思っています。日経新聞さん。日経新聞の田村と申します。バグマの梅北2期の件についてちょっと追加でお伺いしたいんですけれども、この提案に金額1というのが配分なんですけれども、1期と どのような感じで変えたんでしょうか。変更点は1期の提案、1期も提案に金額1だったとかっていうことなんでしょうか。ちょっともう変えたんでしょうか。うん、1期はどうだったか。いや、1期はですね、全く違うやり方をしていて、A ブロック、B ブロック、C ブロックという3つのブロックに分けてるんですけども、1期の場合は B ブロックの企画審査と A ブロック、C ブロックの価格審査という、こういう2段階になっておりましたので、今回の応募の募集のやり方とは全く違います。別のものだとお考えです。まあ、それから加えて今回 の公募のポイントとして特徴的なのが、もうこの公演も含めた全部提案してくれということです。ただ公演は、都市公演はこれ役所の管理になります。役所管理も当然、その後の管理もちょっと民間にお願いしようと思ってます。ただ普通公演といえば役所なんですけども、ここだけ役所で、こっち側は民間とかじゃなくてですね、この西口広場も含めた、そして都市公演も含めた全部の提案をやってもらうということを考えています。だからこれを一体として、捉えてですね、最も緑とそのイノベーションということで評価の高い、提案力の高いものをしていきたい。だから一体性というのはものすごく生まれてくると思っています。まあ、グラウンドは3つに分けてやったんですね、こっち側に。なんでその、まあ、まさに街全体一体として提案してもらう、都市公演も含めて、そして評価については提案内容をものすごく重視した評価方法にしていきたいと思っています。まあ、原則として大阪市でだいたい公募するときっていうのは価格重視にします。これはもう財源確保のために皆さんの市民の税をお預かりしている立場ですから、大阪市のものを処分するときは1円でも高くというのは当たり前ですけど、それは基本的な考え方にあるんですが、今回梅北については、みんなで話し合ってですね、やっぱりここは一時的な金額よりも中身、提案がものすごく素晴らしいものっていうのをやってもらおうと、それが未来にも価値が残るというふうに我々は考えています。僕自身はそう考えています。あとすいません、あと1期は4グループのこう競争状態になったんですけれども、2期はどれぐらいのこう競争状態でそのコンペをなってほしいというふうにお考えでしょうか。これは、まあ、おそらくは20社優秀者が、優秀提案者が20社ありますので、20グループの競争になると思います。まあ、その手を下げるところがあるかないか僕は分からないですけどね、民間の方じゃないですか。ただまあここはものすごく価値の高いところでありますし、この20グループの皆さんが提案してもらいたいと思っています。そして皆さんも非常に投資意欲は高いエリアだと思っています。すみません、ありがとうございました。産経新聞さん。産経新聞の次です。地下鉄新会社の、人事の件でお伺いします。先日の国交省に行かれたときに、その後のぶら下がり取材などでも、おっしゃられたようですが、改めてですね、以前市長は年内ぐらいをめどに社長人事、民間から読んでくる社長人事について方向性決めたいということをおっしゃってましたが、現在の状況と状況など教えてもらってよろしいでしょうか。そうですね、まず地下鉄の新会社については、これはいろんな声もあってですね、新社長については今の交通局の職員がついた方が安定していいんじゃないかという声があるのは事実です。ただ僕自身はやはり来年4月から民営化でという中で、民間の経験のある方に社長についてもらいたいと思っています。まあ、地下鉄を安全に安定的に走らせるというのは地下鉄の技術として今ありますけれども、利用者の皆さんから見たサービスの向上とか、そういった公務員意識から民間人としての意識に変わっていくというのは社長が変わらないと僕は変わらないと思ってますので、ですので社長が民間人の出身者になることが、この地下鉄の民営化にとって非常に重要なことだと思っています。まあ、そういった意味で
もちろんその社長が一人そうなればいいってわけじゃなくて、組織の中の人材についても民間の経験者の方にどんどん入ってもらうというような組織体制を今考えています。まあ、地下鉄80年の歴史がありますから、市民の皆さんが地下鉄についてどう考えているのかなということを見ればですね、まずは今の、まあ、非常に本数も多くて、まあ、便利で安定的に時間通りに来る地下鉄というのを維持してもらいたいという声はあると思いますし、一方で地下鉄民営化について賛成の声が非常に大きいところを見るとですね、新たにこの今のままやったらまだまだサービスも不十分だし、民間会社として生まれ変わってほしいというようなところもあると思っています。だからこれまで通り走り続け、そして新たに変わり続けるような地下鉄、走り続け変わり続ける地下鉄というのが大阪の地下鉄として重要なんじゃないかと思っています。まあ、それを実現するためにもやはり民間人社長が必要だと思っています。それぐらい重要だと思ってますんで、まずはやっぱり人選が非常に大切です。で、時間よりもこれやっぱり人選が大切でして、じっくり慎重に選びたいと思ってます。まあ、確かに年内に決めたいというふうに申し上げておりまして、これまでもそういった人選にも当たっていますが、現時点で確定しているわけではありません。ですので引き続きですね、慎重に民間人の方の社長というのを選んでいきたいと思っています。来年の4月にですね、新会社が発足するとき、その時点では必ず民間の方が社長として出発していこうというような体制を整えたいと思っています。じゃあいつ決めていつ頃発表なのということについてはまだ現在ちょっと未定ではありますけれども、来年4月の段階では新社長、民間人出身の新社長の下で出発をするということをしたいと思っています。もう年内というか、あと平日は1週間しかないですから、まあ、実質も年明けまでしっかり時間をかけて決めるということですか。年明けから、まあ、ちょっと過ぎるかも分かりませんけど、来年の4月に発足するときには必ず民間人の社長の下でスタートできる体制を整えたいと思っています。年内に発表とか年明け早々に発表とか、そういう状況ではないです。すいません、いて今お答えの中でトップだけじゃなくて組織の中にも他にも民間の人を入ってこられたりというようなことをおっしゃってたかと思うんですが、社長以外に例えば幹部部長とか、もう少し下の現場クラスの方とかにも民間の人を入れたい、入れていくような方向ということでしょうか。そうです。発足時には役員に社長以外の役員でやはり民間人出身の役員も入れたいと思っています。それから部長級というか、それが管理職クラスですね、そこにも民間人の経験者の方を何人かは入れたいなというふうに思っています。まあ、だからスタートするときには民間人の方が何人か入ったような状態でスタートしたいなと思っています。で、その後組織としてどういうふうにしていくのがいいのかというのは、その新社長の下でですね、判断していくべきかなというふうに思っています。ありがとうございました。他にございますでしょうか。三重新聞さん。三重新聞と言います。なんですけども、子どもの本の森ですけども、来年の夏に、まずはその着工するかどうか前にその、まあ、判断をされるというお話だったと思います。となるとその金額がもし集まらなければ市としてはどのような判断をするということになるわけでしょうか。いや、もうこれはこれからやることですから、今の段階でも集まらないことをですね前提にしたということは今は想定はしてないですけれども、これは今から皆さんに同じ趣旨を賛同してくれる方にお願いするタイミングですんでね。ですので今もしお金がお給が集まらなかったらこうしますああしますっていうのはちょっと時期として違うんじゃないのかなと思っています。ただ僕もそれはなんかこう無責任に言うコメンテーターの立場ではありませんから、現にこれは現実性がなけりゃそれは秋のいわゆる設置条例というか条例も必要になりますんでね、議会の賛同も得られないと思いますんで、ですのでそういった議会の賛同も得られるような体制というのは整えなきゃいけないと。それは裏を返せばもちろんきちんとした民間人の方の寄付が集まって、そしてその寄付をいただける安藤先生の準備も整っているということを整えていかないとなかなか難しいんだろうなとは思っています。ただまあそのないとき仮にじゃあ集まらなかったら税を投入してでもやりますかと言われたら
あの来年の夏の段階でね、来年の夏の段階で税を投入してでもやるんですかと言われたら、それは考えていません。だからその税、あの、民間からの寄付が、ちょっと先ほど申し上げましたけど、集まるように、積極的に努力していきたいと思っています。実際にその市としてもまだ寄付、例えば何屋の目とかですね、実際にまだ懸念しているものもあるかと思うんですね。そういった意味ではその、まあ、例えば税金購入がないのであれば、例えば技術とか、あとはそのスキームを見直しというのも、それは当然考えなければいけない話なのかなと思って今お聞きしたんですけれども、その辺はどうですか。もう集まらないことを、まあ、集まらなければそれはできないという形にはなるんでしょうね。あの結論から言うと、その見込みも立たないようであれば、これは進めるわけにはいかないでしょう。やっぱり役所として、その見込みもないのにですね、進めるというわけにはいきませんので、だからその見込みが立つようにこれから、まあ、約、まあ、半年かそれ以上ちょっとありますけども、その間の努力をしていきたいと思っています。でこれは単にこれから頑張ります、えいえいよって言ってるだけじゃなくて、これはこの話を最初受けた時からですね、いろんな方とも相談をし、いろんな方にもちょっと水面下でも話をしながら、寄付っていうのはどのぐらい集まるだろうかとか、いろいろ考えながら僕も進めてますので、その趣旨に賛同してるくれる方、あるいは企業をですね、しっかり募って、先ほど申し上げた希望のものは何とか集めていきたいと思っています。梅北人気の関連なんですけれども、まあ、テーマは以前から出ている、まあ、中に一つのイノベーションというのがあったと思うんですけれども、まあ、具体的にはその提案者にもよると思うんですが、まあ、例えばその研究施設ないし大学なんかもこう一つに想定されるかと思うんですけれども、まあ、その提案者次第かもしれないんですけれども、そこにその第一代の統合された大学が入るという、まあ、その時にその市としてどう考えるか、まあ、もちろんニューマネーの投入は考え、それは新法人のところで考えるという話はもう前提としてですけれども、市としては今どう考えているのかお聞きしたいと思います。まあ、これはこれからコンペを始めようということになると思いますので、提案の中身自体は民間の皆さんにちょっと委ねたいと思っています。今もちろん僕は影響力のある立場なので、この提案の中身にはこれについてこうだというのは、その公正なコンペにとってあまり良くないと思いますので、ですのでちょっと大学が入った場合、私大学が入った場合どうするかとかっていうのはちょっとコメントは控えた方がいいかなと思っています。時事通信の松下です。先日まとまった与党の税制改正大綱についてお伺いしたいんですけれども、森林環境税の創設が新たに決まって、その中で市長がですね、新たな人材の確保とか人材育成とか森林整備に対する支援に充てるように常用税として各市町村に当てられることになるんですけれども、都市部ではやっぱり森林とかそういった環境があまりない中で、こういった税が創設されたことについてどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。まあ、確かに今都心部の緑というのは少なくなってますが、この梅北の域もそうですけども、価値の高い緑を高めていくっていうのは重要だと思っています。それからこの大阪、これまで大阪市がいわゆるその緑の街づくりの基本的な方針とか条例なんかも定めてですね、一定の数値目標なんかも定めていますが、方向性としてはできるだけ民間にもですね、緑をどんどん作ってもらおうと、大規模な建物を建てるときは一定の緑を義務付けるようなものもしたりして、いわゆるその民間発の緑というのを増やして、できる限りそのこの都心の緑を増やしていこうというのが基本的な考え方です。まあ、その緑というのはなかなかこういう大都市の中では難しい状況ではあるんですけども、まあ、基本的にはそういうふうに考えています。他にございますでしょうか。内容ですのでこれで終了いたします。ありがとうございました。